お元気ですか？谷村新司です。日差しもあったかい日もあったり、時には北風を感じる、そんな瞬間もある。目まぐるしく移っていく天気の中で、季節は確実に進んできておりますね。そんな中で、ゆったりと今を楽しむ、あなたと一緒に、さ、ラジテレ、ゆっくりと始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは、歌を作る。今まで喋ってきてなかったような気がするんですけども、どんな風に歌を作ってきたのか。今まで600曲を超える作品を作ってきたんですけども、振り返ってみると、作品を作り始めたのは中学校の2年生でしたね。そのきっかけをくれたのは、当時クラスメート同級生だった藤本慎介くんという人物がいまして、この藤本くんというのがなかなかの、文学少年だったんです。で、彼がよく、自分のノートに、詩を書いてるっていうのをちらちらと見てて、それに、あ、こういう詩だったら自分も書けるかもしれない。そう思って自分も彼に影響されて書き始めたというのが、詩を書き始めた最初だったと思います。もう本当に最初は散文というとかっこいいんですけども、本当に知ってる言葉だけを、まあ、言葉の数も少なかったんで、知ってる言葉だけを書いて、まあ、5行6行ぐらい書いて、わあいいなと、その書いてることを書けることにちょっと感動していた瞬間がありましたね。そして言葉をいろいろ勉強し始めて、その散文の中身の中に言葉の表現がこう増えてくると、もうそれだけが嬉しくて、自分で見返してみたり、にんまりしてみたりしておりました。